今日の福音はね、闇の中に歩んだ民は大きな光を見た。で、始まって、で、その予言、イザヤの予言は、イエス・キリストにおいて実現されたという、まあ、報告といいましょうか、という、場面ですね。ガリラヤはね、イザヤの北の方、ね、周りに、たくさんの、ね、異邦人の民があったんですね。だから、そのガリラヤのところはね、やっぱり、完全に信仰を守るところではなかった。ちょっとめちゃくちゃね。もちろん、ユダヤ教を信じながら、なんとかのね、隣の、民の生き方と言いましょうか。信仰よりもやっぱり生き方を取ってしまいましたね。商売多い。だから商売があるところではいつも、ね、罪が犯しやすいだろう。ね、お金のコートを相手を惑わそうとするとかね、いろいろ。ね、だからちょっとめちゃくちゃところでした、ね。で、その大きな光がイエス・キリストである、その大きな光がそのめちゃくちゃのところに現れたと。そして福音が続けて、やっぱりイエス・キリストはみんなのことを憐れみを感じて、たくさんの人を癒してね、福音を述べ伝えたと。その光ね、私たちが、経験したんですね。今日も経験する。私たちもいろいろな意味でね、めちゃくちゃの状態に入ってしまいますね。例えばお金のことだならばね、心配した時には、あるいは健康のことでもね、ちょっとね、心配した時には、ね、すぐ、ね、神の愛とか神の忠実を忘れてしまうね。すぐ別のなんか物質的な、ね、ところに心を愛着していますね。その問題が中心になってしまうね。まあ当たり前、人間ですからね、弱いですから、ね、なんかあった時に、私もそういうことを、ね、経験していているね。いつもいつもいつもね、神に委ねるのはなんとか難しいことですね。なんと難しいことであるとね。だけど憐れみを持って、今日もいつもイエス・キリストが聞いて、大きな光としてくる。私たちの家だけではなく、私たちの心の家。安心しなさい。ね、もう恐れるな。私が復活した。この光はイエス・キリストの復活の光です。だからね、喜んでその光を受け止めましょう。本当に人生活の中では、この、なんか、ね、この検査にもキリストが現れます。ん?このちっちゃなことにも、あるいは大きなことにも。彼も、その、血の検査をしなかった。その時にしなかったでしょ、誰でも。けど、イエス・キリストが、もう、イエス・キリストにも血が流れていたでしょ。だから、彼に、私たちのこと一つも、関係のないわけない。また、罪以外、すべて。だから、ね、ちょっと年になると、体、健康の心配があったときには、キリストがそれにも入っています。ちっちゃなことでも。ね、彼が2000年前に生まれただから、こんなたくさんの先生たちとかね、その薬がなかったけれども、ね、同じ痛みを感じました。同じ問題、同じ、ね、悩みにぶつかっていた。だから彼と共に私たちが毎日の生活に入ることができる。簡単です。その毎日の十字架、毎日の重さを彼と共に運んでいくということだけです。だから今ね、彼が私たちのためにパンとなり、ね、このパンを噛むことによって、やっぱりキリストが私のなんか深いところまで入る。
私と共に寝る、私たちと共に食べる、私たちと共に席を出す、私と共に寝られない、私と共に全て、人間の理性にずっと勝ることです。神はそうであるということ、神は小さなものとなった、私たちを救うために、私たちの日常の生活の全ての出来事を聖なるものに、なるために、これは大きな大きな大きな喜びと慰めであると思います。